王国との戦争が始まったとは言っても、王国の上層部は魔導国が進軍を開始したことすら知るすべがない。アルガドが貴族たちの一部を寝返らせ、デミウルゴスが情報封鎖しているからだ。あとは一つずつ都市や村を殲滅していくだけだが、守護者たちに課題を与えてみるか。第9話滅亡への始まり。どうせ滅ぼすのなら無駄なく有効活用せねばな。